人気グループスノーマンの目黒連さん主演のフジテレビ系月9枠の連続ドラマ「海の始まり」月曜午後9時第11話が9月16日に放送された「角池松壮介さん」に「ママがいた場所行けなくなっちゃった」と漏らす海「海泉谷聖奈ちゃんが」が SN SNS で話題になった写真「角池松壮介海泉谷聖奈仲良しオフショット公開」以下ネタバレがあります 夏、目黒さんに何も告げずに、水木、古川琴音さんが働いていた図書館に、一人で行った海、角から新しい学校がやだ、家がやだと聞かれると、海はママがいた場所、行けなくなっちゃったと漏らす。さらに、ママがいた話すると、夏くん、ママいないって言うの。海もいないのは分かってると続けた海。角の目を見ながら、角くん、ママいたのわかるよね。 と確かめた。わかるよ。一緒にいたから。という角の答えを、海は聞いた。夏くん、わかんないみたい。水木はもういないから、二人で頑張ろうって。水木の話、しなくていいよってと明かす。そして、ママのこと、忘れた方がいいの。もういないから、と首をひねった。SNS では、うみちゃんにとってママは永遠にずっと消えないでいてほしいかけがえのない人なんだね。 そんなママがいた場所にぬくもりのある場所にずっといたいんだよね。寂しいよね、うみちゃん、いないってわかっててもママがいた場所を感じたいやろうな。うみちゃんがママがいた場所に行きたがる気持ち。痛いほどわかって、号泣しました。夏くんの家にママの思い出とかぬくもりがなくて寂しいんだろうな。といった感想が書き込まれて。